ビエトの在日通商代表に手に入れ、筆頭要請にも大きな見方を示しました。円を買う動きが強まり、非常に流れた宮沢大蔵大臣関係者に円高を容認したも、この宮沢大蔵大臣の発言はこれ以上急激に円の見方を示しました。